とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーシーズン4の攻略、やっていきましょう。前回、1回から7回やりました。今回は、8回から14回となっております。では、行きましょう。まず、7回の報酬でもらった、ささやく槍。これに、弱体化、3入れてください。ダメージカットはものすごく重要です。で、ここですけども、敵が奥の方から結構わらわらといっぱい来ます。なので、あんまり前に出すぎないようにしてください。ここのね、壁を使うといい感じに処理ができます。この槍はめちゃくちゃリーチが長いのよ。なんで、この壁を使って敵をプス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 刺していってください。そうすると、10体ぐらいそこから湧いてくるやつ、一気に倒すことができるので、やってください。で、あとは、いつも通り、種を使ってのクリーパー処理だね。クリーパーのダメージが本当に痛いので、クリーパーには要注意してください。まだいるね。クリーパーを種で絡めて、あーちょっと無理か。うまいこと種を使ってね。やばうまいこといかんな。基本種を使って槍で処理すれば大丈夫なんで、やってみてくださいね。で、ここ箱があります。絶対取り忘れないようにしてください。この物資は絶対に忘れないように。ね、弓が、あ、矢がね、15回とか、もうほんと、後の方ですごく重要になってくるので、極力序盤では矢を使わないようにして、温存しましょう。で、ここ、ゴーレムキットでもいいかなと思うんですけども、やっぱりエンチャがないとゴーレム弱いのよ。なので、乱射のクロスボウ。これをおすすめしてます。で、マルチショット2まで入れまして、次クリアした時に3まで入れましょう。で、ここ。ここが安全です。ここで、敵を、ある程度寄せてからでいいけどね。ある程度寄せて、ここから倒していきましょう。全然攻撃届きます、ここから。この槍のリーチの長さっていうのはすごいんで、ここから安全に敵の数をある程度減らしましょう。先の方に、あれ、リーフリーフか、あのゴリさんがいるのよ。あれが2体いるので、あそこに雑魚敵も一緒にいられると、ちょっとめんどくさいことになるので、極力ここで、数を減らしていきましょうね。ここまで、あそこまで届かんか。行くぞ。こいつらもね、おっとと、逃げられると、結構めんどくさくなるんで、できれば、種でね、足止めしたかったんだけど、うまいこといかなかったね。あと、基本的には、ここの、壁を使って、処理、です。しゃ、オッケー。で、ゴリさんを呼んできましょうか。こいつが来た時も基本ここで OK です。ここでで抜けてきたら地雷とかで処理してください。ダメージをもらうと一気に半分ぐらい減るんで、そこ要注意ですね。でもう一体来ました。地雷でうまいこと倒してください。で、それでも来た場合は種を使って足止めですね。ちょっとダメージ受けたけど、種で足止めして、槍でうまいこと倒す。まあまあちょっとね、弓を使ってもいいと思います。乱射のクロスのマルチショットが出れば、まあまあまあかなりダメージ与えれるんで、それでもいいかなと思いますよ。10回です。何もいりません。で、マルチショットね。3しましょう。マルチショット3はだいぶ強いので。で、ここ、敵多いです。ここの後ろ。結構安全なので、ここに陣取って、遠距離系を
処理しまくりましょう。でクリーパー来たら、種を使ったりもしていいんで、とにかくダメージを受けないように敵を安全に倒していきましょうね。あ、やば抜けられた。まあいいや、他のやつはねあんまりダメージをここ受けない場所なんで大丈夫だと思います。いいかな、そろそろ。でもう一箇所、敵が来るのでここだね、この辺りで処理しちゃいましょう。とにかく敵が多い、ここは。よし、でネクロはドラを使って一気に叩く。そうしないとかなり時間かかるので、あっちょっときつい危なくなったら、後ろに退避。まあ意外と敵が残ってたな、意外と残ってた。よし、鈍足になると、ね、一気に火力が落ちるんで、よし、もういいかな、いくぞ。いや、よし、終わり。まだいるんかい。とにかく壁を使うことがこのシーズン4は重要です。壁をうまいこと活用して、ダメージを減らして安全に戦っていきましょう。まだいるんかいお前たち、やばはい、とりあえずクリアすね。壁、もうほんと壁と種すごく重要です。ここも何もいりません。でエンチャントね、このボーナスを入れてもいいかなと思うけども、まあまだとりあえずは何もなしで大丈夫です。でここ結構難しいです。ここもねうまいこと壁を使っていけばいいんですけど、壁がねない場所とかがあるので、そこがね若干難しい。でも基本は壁ですよ。こういう壁を使って処理していく、それが基本ですね。いいかな。あ、出た出た出た。どうしても倒しにくい場所っていうのがここなのよ。ここ壁がないんで、まずはここをね俺処理した方がいいと思う。あとは意外と壁が存在するんで大丈夫なんだね。危ない、自分で食らっちゃってるオッケー。あとはこの壁みたいなのを使って処理したら、安全です。意外とね、で槍のねリーチをやっぱりバカ正直に前に出ちゃうと速攻やられちゃうんで注意しましょう。もう攻撃力が半端ない、この辺は。よし、いいかな。あいつを処理していきたいな。無理か、届かんか。じゃあこっちで、うまいこと壁を伝えましょう。いけ、ミスったドラを使ったつもりだったんだけど、ドラ使ったつもりだったんだけどな、今のアーティファクトミスっていうのはよくあるな俺。よし、オッケー、よし、オッケー、いけー。うん、いいね。アイテムは有効活用しようね。ここか、ここちょっとね壁がほんとない場所とかあるんで戦い方は注意してください。オッケー、いけたー。まあ、うまいことドラと地雷と種、これを使い分けながら行ってください。ちょっと難しいと思うんですけど、でここ何もいりません。ちょっとね HP が不安になってくると思うんだけども、まあまあまあ大丈夫だと思います。では行きましょう。ここもねさっきと同じうまいこと壁を使ってみてください。これね、上に登っちゃダメ。この下、ここで戦ってください。この辺りが安全です。
上に行くともうなんだろう蜂の巣されるんで、極力この下で壁を使って戦えるような場所を、探してください。こういうところとかね、危ない壁を使ってうまいこと戦って火だめを抑える、重要だよ。やば、お前ら危ない、行くぞ。ドラとかね、弱体化が入ってるんで一発ダメージを与えてしまうと敵の攻撃力が半分ぐらいになるんで、それもしっかり覚えておいてくださいね。弱体化、ドラ重要です。終わりか、あと1体。はい、とにかくこの上に上がっちゃダメ。上に上がるともう下からもこの上からも出るからもう一気にやられてしまうんで、戦うならば下、ここの壁とか、こことかをうまいこと使って、ダメージを軽減していきましょう。では12回クリアです。でここだけども、防具を変えます。で防具がミステリーアーマーにいいやつがついてればミステリーアーマーでいい。それ以外は、魂のローブにしましょう。今回はクールダウンがついてるんでこっちでもいいかな。うん、普通は、魂のローブの防護をつけるといい感じです。でも今回はクールダウンか、いやいやこの辺からダメージが痛くなるので極力、ダメージカットを入れた方がいいと思います。クールダウンより俺は重要かなと思います。魂のローブにしときましょう。ミステリーに、35% 軽減とかがつけばいいんだよね。でもつくことは、稀かもしれません。ここは乱射のクロスボウをハープクロスボウ変えましょう。ハープはめちゃくちゃ強い。で次のボス、あ違う、14回ボスじゃないわ、これもう普通でいいです。それでは14回いきましょう。ちょっと事故っちゃったね。やり直します。14回はラビジャーが出てきます。なのでラビジャーを出た瞬間に倒すっていう必要がありますね。あれがいい、これ来た、出た瞬間にドラを使って、危ね、あと乱射のクロスボウ、あ、ハープクロスボウか、あれで攻撃するとすぐ倒せますね。とにかくあいつ注意してください。危ね、結構難しいね。で基本的にここら辺で戦うといいです。そこの木でうまいこと氷を消すことができるんで、氷が来たらここの下に退避すると、いい感じですね。であんまり前に出すぎるとちょっとさっき事故っちゃったんだけどダメなので、前には出すぎない、極力、引いて引いて戦うようにしてください。敵ほんと多いんで。 OK、いい感じかな。あ、やっべ、ちょ頭傷になってた。はいはいはい、で壁もうまいこと活用しつつだね。結構つらいな。あと少しか。ああ、ここで終わりだね。はい、終わりです。まあ、とにかく敵が多いです。敵が多いだからラビジャーはまず倒す。で、ネクロマンサーも放置してたら敵がもう湧きまくるんで、あの二人だね、ラビジャーとネクロ、あれをとにかく早く処理してください。矢はね極力使いたくはないけども、ここでは、使ってもいいかなと思います。はい、14回クリアです。
そしてここの報酬ですけども、スペランカーアーマー、これおすすめです。これをつけていきましょう。ということで今日は8回から14回クリアしてみました。ちょっとね、後の方が難しい、特に14回が結構難しいので、立ち回りにはちょっと慣れが必要かもしれません。でもまあ、ラビジャーとネクロマンサー早めに倒すっていうことを、心がけて、で、前に出すぎない。それで大丈夫かと思います。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。